はい、続いて、4問目いきたいと思います。4問目はちょっと変わったですね、動詞の使い方、普段見慣れている、まあ、ネタバレしてますけどリードというこの動詞ですね、これがちょっと変わった使われ方をしておりますので注目していきましょう。まず主語からですが、マイマザーが主語ですね。それからオフンというのは、しょっちゅう、しばしば、という頻度を表す、頻度が高いことを表す、これ副詞ですね。しばしば何なんですかっていうとリードするという、まあここはもうこれでいいでしょう。でこのリードが普通3番とかで使うんですけども、ミー目的語来てますね、後ろにまた目的語が来てることから3番ではないと、4番を、表しているんじゃないかと。で4番の動詞というのはですね、すでに解説の中でも述べておりますように、そのほとんどの意味は授与、O1 に O2 を与えるという意味の動詞になるんですね。なので私の母はよく私に物語を読むという行為を通じて与えてくれましたと、つまり読み聞かせてくれたとなるわけですね。英文の意味としてはもうここで終わっております。さあ後ろはじゃあおそらく修飾語句であろうと、 At my bedside 前置詞プラス名詞で副詞句、枕元で、まあ、読んでくれたと。で、When I was young は副詞節の可能性大ですね。接続詞 when から始まって、主語に I was 2番で young she と。私が幼い時に何なんですかと言いますと、読んでくれたわけですよね。ですので、read という動詞がですね、過去形 read になっておりますが、4番で使われているのがまず変わってますな。それから、often at my bedside、When I was young というそれぞれ副詞、副詞句、それから、副詞節という、3つのですね副詞がコンボでこの red を修飾詞にかかっているという点でもなかなか面白い問題なのではないでしょうか。